じゃあ、まあ、罰ゲームということですから、ここにミッションがあるということでね、はい、清水さん、聞いてもらっていいですか。わかりました、うん。じゃじゃん。なんか面白い話をして、してざっくり。まあ、これはこれはじゃあ、OK、行っちゃう。清水が行くしかないんじゃないか。うん、最近面白い話。面白い話ですか。あんま出せないでください。やっぱさんちゃんと。ちなみにね、今コメントも僕ら見えてるんで書いてくださいね。思います。うん。面白い話、うん、面白い話。あ、お面白いっていうか、はい、ちょっとショックだった話。おいいですか。お願いします。はいはいはい。僕のおばあちゃんが遼河のメンバー全員に啓太がお世話になってるからと言って、スターバックスのね、コーヒーショップのカードを、ありがとうございました。ギフトカードね、渡してきてと言われて、私にみんなに渡したんですよ。渡してきてと託されたんで渡したんですけど、まずメンバーの分だけもらったんですけど、まあちゃんとそれはみんなに渡して、でお家帰って、あ、僕にももらえるかなみたいな思ってたら、そのままもらえてないっていうやつです。ごめんなさい。すいません。悲しいな。でもさ、おばあちゃんからしたらさ、おばあちゃんをそのお父さんかお母さん産んで、で、ケイタって生まれてるわけだからさ、ケイタは体をもらってるわけだよ。ああ、そっか、うん、俺らはギフトカードしかもらってないけど、ケイタは、体全体がおばあちゃんからもらったギフト。おばあちゃんから、そんなプラス思考に捉えられる。おばあちゃんからのギフト。これおばあちゃんにもらったの。そうそう、ギフトだよこれ、ケイタ。あ、そっか、うん、おばあちゃんありがとう。見たに見たに。おばあちゃんありがとう。無理やりいい話をしなくていいぞ。素晴らしい。面白い話だよ、面白い話。じゃあそのさ、いただいたさ、そのボディでさ、おばあちゃんにちょっと、もういいアピールをちゃんとしなさいよ。今日見てるかもしんないし。おばあちゃんに何かすればいいんですか。そう、このいただいたボディで、あのカメラ、カメラ普段言わないから言ってもいいしさ、やってもいいし、おばあちゃんに、うん、おばあちゃん、こんなに体がいい音奏でるよ。どうしよう。いいなぁ。面白いじゃん、それ。ちょっと面白いじゃない。見たことない、見たことない、出てきた。見たことない。すげえ痛い、すげえめっちゃ痛いです、これ。出さなくていいんだよ。出さなくていい。白いな、お前、しかも肌。逆におばあちゃん心配しちゃう。白いわ、うん、すげえ痛かったです。いつかね、じゃあ、ね、おばあちゃんと一緒にそのね、動きを、ね、おばあちゃんが、おばあちゃんの足も足らないけた。けた、おばあちゃんの足よってね。二人でね、おばあちゃんの方がキレイ言うかもしれない。ね、DNA とか言われてる。いるじゃないですか。おばあちゃんは、おばあちゃん見て、おばあちゃん見てるのかな。見てくれてる、おばあちゃん。ちょっとわかんないね、帰ったら聞きます。そうね、はい、おばあちゃん見てるかな。まあでも不安だな。やっぱうちのメンバーでどうしても面白いことできるっていうのは、やっぱ俺は後藤さんだと思う。なんで最後やっぱりちょっと本気の見せてもらって締めましょうか。あ、じゃあ本気のアイスメンやってもらってるやつ。まあ、メンバー代表として、はい、ケイタのおばあちゃんにスタバカードをいただいたということで、感謝の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 、あれでいいですね、はいはい、感謝の、感謝のあれ、感謝の、じゃあ、まあ、うん、そうだね、うん、じゃあその前に一言言っていい？いいよ。皆さん、クランプって知ってますか？あ、はい、これやっぱ面白いな。知ってます、ね、それでまあ感謝の気持ち、おばあのケイタのおばあちゃん、本当にいつもありがとうございます。俺、ブラックしか飲まねえ。イエーイ。素晴らしい。おばあちゃんありがとう。素晴らしい。おばあちゃんありがとうございます。感謝、まあ、こんな感じで感謝のクランプって、感謝のクランプ、バイ、ありがとう。まあね、ケイタロウ多分カフェオレでしょうけどね。カフェオレ、カフェオレなの俺。カフェオレ、牛乳、いちごミルク。俺ね、ガチでチャイ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 。チャイめっちゃ女子じゃん。マジチャイこれ。本当っすか。喉気にしてんじゃねえよ。誰がおめえや、おい。言ってないよ、言ってねえよ。誰も言ってない。誰がおめえやんの。言ってんぞ。言ってない。うん。そろそろ罰ゲーム大丈夫っすか。これ放送されてんのこれで
それ出るんじゃないですか。チャイクラブ、あれがチャイクラブ。ちょっと放送されてるかわかんないから、ちょっと言ったわ。ちょっと鼻くそほじってみて。俺は誰だろうな。一回やってみようか。一回だけ。やだわ。絶対やらない。一回だけ。やだ。やんないよね。もう見る。ほじってでもかっこいい。いつまで？わかんない。終わりの話を聞いてない。ほら、他のメンバーはしないのっつってるからさ、そうやってちょ挨拶だけでもさ。じゃあちょっと言ったなんかなんか。ちょっとなんか一言。一言。いや一言挨拶。じゃあ俺にも決めてよなんか。なんかはずるいよ、さすがに。そうだな、そう、なんかしてはなし。じゃあ、ゆうたのパッションをちょっと見てみたいかな。今何やっても言ってるさ。そうだよ、カメラに見るパッション全力の。あそこね、あそこね。うん、オッケー、うん、オッケー、え、待って、オッケー。じゃあこっちはね、3、2、1、いいか、ゆうか、ゆうか、じゃあ、ゆうたのパッションまで3、2、1。マッチョブロピチーノちょっと面白いよ、ちょっと面白い、ゆうた面白いよ、かっこつけんだよ最後、かっこつけんだって最後。どこ行くんだろう、マッチョブロピチーノって言ったら最後やっぱかっこつけるんだね。あー、やっちゃったなみたいな。あ、スタッフです、スタジオ準備 OK ですか。じゃあそろそろ、ちょっと僕たちの罰ゲーム終わり。じゃあケイトも最後のスタジオね。あ、すいませんでした。続いては、スタジオでなんですか、まあ、レギュラーコーナー、引き続きね、断然ライブだね、断然ライブゲストコーナーですかね、うん、お楽しみください。引き続き断然ライブどうぞ。どうぞ。一番テンション上がったことはフラペチーノ。